はい、なければお願いしまなんかす。早々に捕まったみたい、俺、上にいたけど。でも、ポイント入るから、ここで、動かないで放置しといて、ポイントちょっと取って2400ポイント取ればいいんじゃない？まもなくゲームスタートです。身分を確認してください。夜が来ました。目を閉じてください。あー、めんどくせえ。煽ってる。なんか危ない人いんの？まあ、占い師もだるいからいいけどさ。そんなに心の奥底で占いやりたいとも思わないしね。めんどくさいんだよね、占い。久しぶりに名台詞出ましたね。久しぶり出ましたよ、久しぶり。気持ちよく言わせてもらいました。封印していた。あの発言をね。なんか捕まってるけど、これ抜けらんねえんだよな。抜けらんないの？これゲームの終了待つしかないんだ。朝が来ました。だるいよね。放置して2400ポイント取るし昨かな夜いはね。誰も死にま金のせん行で方っした。て。何もしなければポイントは入るっちゅ。1番何かしのなプがらはレイヤー最適はだね。発言してください。特に、しようございません。正直、一周目でパパッと出てきてほしいです。俺の発言の二周目の時にチャットで出られても結構邪魔なんで。ぐらいっすね。二周目言うことあれば、まあ、できるだけ落とそうかなと思います。2番のプレイヤーは発言してください。言葉が足りないのかもしれないけど。まあ、占いと霊能が出てほしいってことだと思うけど。まあ、汲み取れる部分だけどね。別にそれが白か黒の要素かっていうと、まあ、性格的なもんだと思うからね。まあ、2周目の人じゃないですか。まあ、しっかり霊能を決め打ちます。なんで、そんだけです。名は無駄にしたくないんで。効率変わんないんで、決め打っても。乗らしても。じゃあ、後悔ない方を選ぶってだけの話で。そうですね。騎士はもう、出ないっていう、基本的に。平和村は出るんですよ。釣り師じゃなかったら上がんなくていい。出なくていいでしょっていう。だから、炙り出したやつすればいいんですよ。そういうゲームにすればいいと思いますよ。占い神器はね、皆さん、できないと思うんで気楽にやればいいですよ。皆さんですよ。皆さんができないんだから気楽にやったら。3番のプレイヤーは発言してください。俺ね、結構一番怪しいと思ってて、ちゃちゃっと出るっていう発言だったりとか、自分が占い師じゃないじゃん。2番もしかね。占い師は出てって言って、自分がもう占い師じゃないことをもう言ってるじゃん。何の意味があるの？と思ってるのよ。1番。で、2番さんは1に対して慎重な発言するけど、2番ってさ、結局何？なんか役持ってんの？役持ってなかったら、その発言はいらない。と思ってるから、一番は、結構怪しい。これね、一番がね、村だったら、その発言出る。出るか？出ないね。人外が役しかないよ、一番。と思ってます。にもね。4番のプレイヤーは発言発して言くしだてくさだい。さい。よろしく、お願いします。4番の、伊藤、います。占い師です。5番さんが白。5番さんが白です。いや、3番さんの黒塗りの仕方は、不当極まりないね。最後の、にもねってひどかったね。そんなことないでしょう。一が占い師じゃない。まあ、狼かどうかは知らんけど、少なくとも、その発言自体は変じゃないよ。パパッと出てほしいんでしょ。二周目精査すればいいじゃん。
2番さんは霊能決め打ち、役じゃなかったら変ってこともないでしょう。3番さんが単体で変ですよ。5番のプレイヤーは発言。5番については白だからいいけど、平和を装ってるって感じがちょっとしたから、まあうまく伝わるかわからんけど、人外を引いてなんとなく行動を取ろうとして、それで平然を装ってるようには俺には聞こえたぐらい。あとは3番が2番に言いたかったのが何なのかわからんから、2周目聞いてちょっと3番も考える。2番は役持ってんのって、持ってなかったらどうするの、釣りたいのって、役持ってそうやから怖いのって、その発言は気になったぐらい。以上。7番のプレイヤーは発言してください。はい、そうですね。まあ、2、4が平然を装っていると私は感じなかったですね。その2番さんが1番さんに対して、まあ、性格的にそういう発言の回し方をする人もいるよねっていう精査の仕方、私は良かったかなって思うんですよね。なんだろう、その人だったらやりそうみたいなのって結構自分もするから、なんかそれって蒸らしてなのかなって個人的には思うから、なんだろう、そこは意見が合わない。で、3番さんはでも不当だけど人狼には見えないかな。一人に叩いたらヘイトが向けちゃうから、狂人はあるかもしれないけど、まあ2周目の精査でって感じかな。まあ、6番さんも2周目の考察次第だな。8番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。自分が占い師で1番さんが白と言ってます。早くお願いします。まあ、自分は、まあ、潜伏信者なんで、の2周目に出たいと思ってたんだけど、白崎の1番さんが、1周目にパッと出てきてって言われたんで、仮に4番、8番の決め打ち、明日決め打ちとかになった時に、1番さんが8番に転覆してから8番に票を入れられるのが嫌なんで出ました。あと4番大組の方でしたときに3番ってないのかなと思った。4番大組で4番さんが3番を布団叩いてるっていうときに、3番を釣ったら4、8ローラーになって、4、3ローローだったら負けだから3番の大組ってほぼないと思ってるかな。5番さんは、うん、何も落としてないし、1番さん、4番、3番さん様子見だから特にないねって言って、ヘイトを変えたくない動きしてるから、5番さんも普通に怪しいと思ってる。1番白でした。9番のプレイヤーは発言してください。7番さんの精査が嫌いです。3番さんが狼だったら1、2からヘイトが合うから殴らないっていう精査が嫌いです。7番さんは1、2が村だと思うんですか？わかんないでしょ、まだ。まあ、2番は良かったって言ってるけど、まだわかんないでしょ。例えばさ、7番さん目線でさ、まだ占い師4番さんしか出てないんだからさ、例えば1、3があるとか2、3があるとかさ、ね、まあそういったところもさ、まあ、ないわけじゃん。なんか単純に2人に殴ってるからって言ってるけど、1、2番、1番と2番の色がわかんないんだからさ、その精査はないんじゃない？あと俺、スムラね。で、あの2番さんはね、あと、あ、そう、7番さんともう1人嫌いなのは、あ、2番さんね、あの、お前らどうせ占い精査できないだろうって言ってるけど、お前に何がわかんだよ。ということで、あの、どっちからか釣りたいです。7番、2番のどちらかから初日は釣りたいです。1番のプレイヤーは発言してください。あ、3番霊能じゃないんや。何者でこんな発言してんのこの人。いや、なんか潜伏決めたい、なんか役なんかなって思ってたんですよ。3番のあの発言。クソ雑なんで黒塗りやったなと思ってた、うん。俺が占い師じゃないっていうことを初週で透かしたところで何のデメリットがあるんですかね。2週目でちゃんと答えてください。3番さん。どういうデメリットがあって、どういう村に対してのマイナス要素があったのか。明確に村とこの人たちが納得するような理由を答えてくださいね。じゃなければもう絶対3番人外だと思います。あとは占い師の話は2週目聞いてから、うん、誰釣るか決めます。誰なんか黒見つける
釣り位とかじゃなくて店っぽい方釣るんですね。2番のプレイヤーは発言してください。はい、4と8がな、3たらいてっからライン切りとか、まあ、4と8どちらになろうかわかんないけど、8番が1番を狼だと思って囲ってるなんか狂人のような感じもするんだけど、じゃないんだったらまあ1番占いも視野に入れなきゃなって投票結果次第で、4と8のまだ審議は完璧につかないんですけど、うん、なんか1番怪しいと思って囲ってる狂人のような気もするんですよね。役かもしれないですけども、はい。で、まあ、任せますよ。2番が死んだと思ってたら別に9つって構わないです。で、371に騎士は出ないでね。うん。出ないで、別に破綻がないんで、破綻なく、結果を出せるんで、黒結果は。はい。はい。あ、そうなんですか。そういうプレイやめてほしいんですよ。だからあなたって審議できないんですよ。どかめでも1周目の発言で2審でしかないんですよ。4がローの可能性あるんで4番から言ってください。以上です。はい。3番のプレイヤーは発言してください。まあ2だね。2番さんの発言おかしくて、うん、48人外じゃん。48人外になるから、うん、あとどこ？なんで言わないの？ 2 番って、うん。おかしいじゃん、うん。3でもいいじゃん。俺、3はさ、2に対して、ええって送ってるよ。だったら、2番目線のさ、3めっちゃうざくね、うん、出ない、その発言が、はい。2はめっちゃおかしい。出方もおかしいし、はい、で、簡単に4言ってるでしょ、うん、4死んじゃない多分と思ったけどね、はい、8もおかしいからね。まあ、今日は2からいいんじゃない。4番のプレイヤーは発言してください。サンマーさんの2から行くっていうのは妥当な精査をしてますね。兄さんかなと思ってたんだけど、んー、まあライン切りがあるのかどうなのか微妙なとこだね。3か7だな。2が狼、8狂人、その場合の1が狂人に囲われてるっていうのは薄いかなって考えてますね。2が出る必要ないと思ってる。だから2は狼、相方が37。これはね、8番の考察が元になっているんですよ。8番って3を除外して、3って単体で怪しいからね。除外した上で、ヘイトを5に持っていったんですよね。これが狂人要素だなと思った。5番さんの黒要素って何すか？安直に、4の新占いの潮先。5に黒を刺そうとしてるだけの狂人って見えたから。で、9番さんが2か7を釣り位置に持って行って釣り逃れて出てきた庭狼。相方が3か7にいるっていう状況だと思ってますよ。だから2を釣ります。占い値は3、7に飛ばします。別に1の城欲しくないでしょう。まあ、9番さん指示していいけど。だから自分の希望としては、表推理で7からを釣りたいかな、グレーで行くならね。いけないんだったら2を釣ります。7釣り3占い。これで終わると思っています。5番のプレイヤーは発言してください。今日は2に行きます。2目線48人外なのに48審議はわからないっていう、もう出現してます。見に行けない人が人外だと思いますと思います。6番さん、まあ、6番さんが色見たいところでいいんじゃないですか。私は2で落ちると思います。人外ができですね。
とはまあ4、8星座ちょっと正直わからないので、とりあえず2位落として、あとは占いもろもろ聞いてからだと思います。ですかね。はい、じゃあ以上です。6番のプレイヤーは発言してください。立つの以前に少し指摘しないといけないんだけど、5番が言ってる2番が4、8の神器がつかないって、狂人と狼の神器がつかないってことやったら、そこは叩く要素じゃないってこと。3番が言ってる2番が気を釣りをしたのって、9番がスムラッシュをしたから占いで2席目打ち、もしくは新規目打ちできる場合って、グレーから行くんだったら9一択っていうのもおかしくはない。あと2番がその位置で占い潜伏したのもおかしくはない。それ以外の要素で保護できないし、2番が神とも思ってはないけれども。あと、人外が真面目にやってると考えるんであれば、2番が狂人だった場合って5番に白をかぶせる行為っていうのはあんま意味がないから、まあ位置としては真の位置だろうぐらい。9番に進行は任せるわ。うん、正直俺からしたら3号の叩く要素があまりにも微妙やから、どうしたらいいのって思ってる。4番の進行もまあ意味わからんしと思った。まあ、9番は、まあ、出たからにはぶっ飛んだ進行しても従うので、みんな9番に従ってください。いただけるとこ。まあ、あとはどうかな。まあ、占いって、まあ、普通の進行した方がいいと、占いって、まあ、ヨホバの理由がない限りは、まあ、釣り気になると思うから、グレーの話を少しするんだったら、7番の一瞬目も少し気になったんだよね。7番目線で6番と意見が違うんであれば、じゃあ6番をどう見てるか。意見は違うけど、お金っぽくない、もしくは人外っぽくないか、そういう要素が全く出てないから、まあ、少しは人髪には見えてる。あ、時間ね、以上。7番のプレイヤーは発言してください。自分は明確に石だと思うのは4番さんですね。で、2番さんは5番さんに言っとくと、8番さん狂人で見てて、四人狼っていうのは言ってるから、まあ、5番さんは捏造してるかなって。っていう感じで、まあ、9番さんが騎士だったらそのムーブやめてほしいなっていうのはわかるんですよね。27叩いてたから。9番さんが嫌いなのって、だってまあいいや、今は占い審議だから。4番さんが偽かなって思った理由が、なんか2しか考えてなくて、1番さんって三人外って言って、占い師が三人出てる盤面で占いの精査しなくて、三番さんが叩いてるから、三が人外だろうって言ってる考察しかしてないから、占い師だった時に、なんか、一が囲われてるっていう懸念を持っていいと思うんですよ。だけど、四番さんって、2番が人狼で置いて、8番さんで囲われてたら、まあ2番が出てこないから、1はないだろうっていう星座が安直だし、なんか4番視点で8番狂人で見てるのに、なんか3、7基軸が8番さんの中で4番さんが3に殴ってるから3、4は見えなくて、5番さんってなんか1、2、3は2周目で慌てて精査しなくていいよみたいに言ってたから、まあ役はあるかなとか思ったけど、別に精査をしてなかったから、8番が新視点の時って4号も見えるのは普通に見なきゃいけない線だから、全然8の視点もおかしくないから、そこでなんか4番さんがなんだろう、その精査の37にたどり着いたところがなんか臭いし、3番さんの2周目も8番のプレイヤーは発言してください。はい、まあ、3、4目で狂人出てくるってあんまないと思うけど、自分は2番狂人、3番じゃない、4番オープンになってて、まず2番さんが4番、8番の、なんだろう、進行を上げずに、9番釣りに行ったところ。9番、なんだろう、4番、8番、どっちから、まあ4番から8番からどっちからでもいいんだけど、行かずに2番さん進出してね、進出をするんだったらね。ところが2番狂人で思っちゃって4番狼に寄ってるから、4番と3番のことを布団に叩いていて、2番が狂人だと思ってて、2番狂人の時に4、3、ロロってないなっていう思う視点は一緒だから、3番の狼ってほぼなくて1番に白出てるから、4号が4、7かだと思ってるから、自分が釣られなかったら占うんじゃ7番かなって思ってる。
5番さんだったら5番さんって初週1番から3番に軽く触れて様子を落とさない4番5番人狼で、自分も5番さん叩いてるから2番さん狂人が5番の狼助けに行ったっていう線は十分あると思うし、かな、自分の思考が鋭すぎたゆえに5番さんの狼まで取り付けちゃったから、2番さん狂人助けに行ったっていう線もあると思うから、だから縄が届かない自分は7番さんから占って次の日に5番を占おうかなと思ってるかな。まあ決め打たれることはないと思うから、3日目で死ぬ想定で話してるんですけど、自分は人狼としたいんで4番いきます。9番のプレイヤーは発言してください。2番狂人だったら48で進路が出てる中でわざわざ邪魔しに行かないと思うし、狂人で4番の進路可能性があるから5にしろかぶせないと俺は思うけど、まあ、よっぽど5番が黒かったらあれだけど、俺は1周目は72が気に食わなかったなって思ってるから5番よりね。だから8番の目線で、要は8番の目線って1周目に5番がドス黒くて2番狂人が助けに来たって目線だけど、その目線が俺と合わないんだよね。俺1周目は72だったから、だから合わない。8に行こう。8釣りだな、8釣りで。2番がじゃあ狼で、まあ、やるかどうかっていうのはちょっと要精査が必要。狂人はないと思ってるんだよね。2番が狼で、まあ、釣り地には入ってたか、入ってたのか。2番って。まあ、端行きますか。振られたら頑張ってくださいよ。俺たら何、ぼーっとしてる誰だから。ちょっと2、4で。負けるのは、おばみたいなのがいるから負ける。8番とは、その1周目の視点が。4、8番の共同精査は行って、占いの真偽というのは、真と偽じゃなくて、審査する。共同を審議する。真偽の方だから。精査をする、審査をする方の真偽だから。真実の真と偽の真偽じゃなくて。はい。まあ考えましょう。はい。投票を始めてください。8番が狂人。ならば、投票結果通りで、もう色で見れるから、入れてないところを占うか。1、おは、入れてないところ。2番に入れたところはもうどうせ、黒だからほっとけ。8番のプレイヤーが選ばれました。8番のプレイヤーは発言してください。狼なんじゃないかなと思うんだけど、逆にさ、9番さんに言うけど、4番狂人2号ローのあれだね。自分は5番さんに最後視点向けてるだから、5番さん狼にしてて、本部は普通だけど、まあ、9番さんに返すとしたら、まあ、新役職に対して、一角役職に対してなるんだけど、まあ、これってあなたの感想ですよねってなっちゃうから、まあ、一角してそうやってやられるのは嫌いなんだけど、新占い師が釣られてるんで、絶対に。5番って追わなきゃいいし、1番も隠しろできたら容易に、4番って1番と喧嘩売りたくないから、1黒打たないと思うから、まあ、7番さんはやっぱり自分の仕事、1番の隠しろ作って、7番審議にかけてもらうか。多分その方がいいんじゃない？ 7 番あたりとか占いたいけど、どうせ7黒打ってきて、なった場合に1、3が分かんなくなるんだよな。1番、2番、3番って。1番白で、俺が真偽に勝つしかないね。当てれば勝ちなんだけど。1番3って自分の白先だけど、占いないことを透かしてるから、それに対して、なんだろう、もう、用事ないって全くこの話って、1番、2番、3番の話って、全く180度違うこと話してると思うから、それに対して色落ちしないですね。まあ、様子見にしておきますねっていうのは、なんだろう、何もヘイト買いたくない、1、2、3の、まあ、村人陣営の人に狂人もあるかもしれないけど、4番、5番3しててね。かもしれないけど、その人に対してヘイト買いたくない動きだと思うから、もう4番、5番で自分は、もういいんじゃないかなって思ってます。夜が来ました。目を閉じてください。占い師は目を開けてください。あんなのじゃないか。見る相手を選んでください。迷うな。37じゃねえか。
あ、いや、逆に3番。いや、1占う。あ、うん、隠しろ作ろう。自立上の隠しろ。3、7なんだろうね。あと、一度勝てばいいだけだけど。大切なのは実質の、1黒打てば1番戦ってくれるし、7黒だったら別に3番のローが露呈するだけだから、別にいいよ。ちょっとだけタイミングを遅らして、ほんの少し4番の後。1黒がめんどくさいけど、まあ1黒でもいいよ。あと1回勝つことを想定の占いだから、うん、昨夜死んだのは、なんつう占いしてんだろう、もうよ。7番のプレイヤーは発言してください。どう守ってんや。1白3白四九五へ。いらんよ、もう。まあ、わかんないけど、私は4番さんが偽だと思ってるから4に行ってる。9番さんに言うと、8番と1周目の視点が合わんって言うけど、占い師と、占い師じゃない人間って、見え方って違くて、8番目線って4番が偽って分かってんだから、じゃあ4に囲われた5番ってどうなんだろうって注視するんですよ。その時って5番ってそんな精査落としてないから、まあ騎士だったけどね、あの4号も見えるよねっていう視点は8番が占い師の時に持つ視点だと思うんですよね。だけど9番って2番と7番がもう黒いから5番さんに視点が向かなかったって、それは9の視点ででしょ。だからなんか自分の視点と8番の視点を照らし合わせすぎかなって思ってます。で、私は4番さん、しかも3番さんに占う理由がわからないかな。4番視点で3番と7番が怪しいってなった時に、3番さんって2周目なんだろう、4番さんに4番さんにそんな気になるような発言はしてないと思うんだよね、4視点の中で。だから4番さんがなんか2周目と1周目の視点更新が行われてないかなって思ったんですよね、3番さんの発言内容に。だからとりあえず私4に行きたい。9番のプレイヤーは発言してください。いや、5番さん出なくてよかったよ、騎士なんて別に。俺が今日、まあ、2番か4番を釣って、で、それで俺が噛まれなかった場合に、まあ、5番さんって、まあ、怪しい、ん？騎士 CEO して9番なんだっていう話になるから。よかったよ、別に。普通に6号へしといて、5番さん潜伏しといて、俺騎士 CEO ずっとしとくからさ。で、6番レンガでしょ？で、2、4のどっちか噛まれた後に俺が噛まれるっていう寸法だから、5へ1が違うよ、5番。まあいいや。7番さんに言うけど、俺がずっと言ってるのは、じゃあ8番目線の5番のクレオソってどこなのよって話なんだよ。1周目で補足してるわけじゃん、8番って5番のクレオソ。ね？ 2 番が狂人で5番のことを助けに来たっていう目線があるとしたらさ、2番っていうのは1周目しか2番って5番の発言を聞かずして、5番に白打ってるわけね。じゃあ1周目のそもそも5番のクレオソってどこだったのっていう話を8番にしてるわけよ。だから分かんないのよ。その8番から出てくるその5番のクレオソっていうのが俺は分からないから、あそこ目線が合わないって言って、7番さんは納得できた。普通に。7番さん。ね、8がね、5番黒だって。で、2番が狂人で、ね、5番の黒を助けに来たっていう目線は7番さん納得できたの？占い師として、占い師と目線が違うとは言ってるけどさ、でも8番の視点に立ってさ、ね、喋ってるその内容について7番さん納得はできたの？っていうところなんですよね。まあ、ちょっと2番と4番は再生差かけるけど、別に8番の遺言って真じゃなかったかなと思ってるんですけどね、なんか。僕はね、はい、今日は2、4からで。1番のプレイヤーは発言してください。もうこの村で勝つの無理。あもう頭おかしいやつ多すぎる、ほんまに。考えられへん。
初日で8つってる理由なんか7占いがセンスなさすぎるからもういらねえって感じで8つってます。村目線普通に占い師5以外なかったからね。8番が新占い師長するんだったらで、9番が言ってる5番出なくていいとか、それの場合って8投票しちゃダメなんだけど、9番マジでありえない。2日目以降で、それで5番が、ちゃう、9番、村目線から見た時の9番の任務証明されてへんねんか。その状態で2日目、3日目以降で、騎士乗っ取りのケアもしなあかん状態で、9号で対抗とか出たら、もう判断できんや。だってもう8番って5番占い、死んまま死んでんねんから。もうありえへん。9番の言ってることマジでやがん。それしたんやったら8番投票じゃないし、2回読んで投票しろよ。3番に関しては、もうアンサー返してないやんか。ほんまに。俺問いかけたのにな。もう、お菓子が多すぎる。もうムカつくやつ多いわ、マジで。占いローラー完遂すんねんったらもう3番が朝返しないしムカつくし、3番がもしくは普通に今日9番の言ってることありやすすぎて9つ見てもいいぐらい。もう無理、この村で勝つの絶対無理、もうやる気なくなる。ほんま頭おかしいやつしかいい。2番のプレイヤーは発言してください。真面目にゲームしたら2死んだろうよ、盤面的によ。ふざけてんじゃねえよまずよ。今日4釣りな。で3番占うから。何 ?37 死んでる。7番から投票されてんのに3番占ってる。お笑い自称占い。これ見た瞬間に、4釣れない。お前らだよ、9番1番。今日4釣りな。で、3番占うから怪しまれてんだろ ?8 番って普通、俺のことロー1で置くよな。だからもう強人で俺がローラと思ってんだろ。死んだっつうの、俺。何が5番だよ。審議っていうのは審査する方の審議だよ。審と義じゃねえよ。俺言ってんだろよ、8番強人。4番。ローって言ってんだろ。だから4番が3か7だよ。7だったらライン切り、3番だったらもうベタベタのやつ。普通に考えて、盤面的に考えて、4、8の釣りだよ。2番残しだぞ。ちゃんと覚えとけ、5番よ。4釣りな ?3 番黒いだろ。だから3番を。普通7番占うよね。3番占うんで、ね、今日4つって、俺に占わせる3番を。はい。3番のプレイヤーは発言してください。まあ、めっちゃ切れてんだけど、5番さんはなんで6を守んないの?マジ腹立った。はい。そんだけ。うん。2番さんは、4さんと思ってんの?はい。うん。だったら4行って。いいよ。3か7しか踏んでねえから、8行の4。9番なんて追ってねえから、もう9番だったらもう5番が悪いだろ、あんなもん。キシル出ねえんだから。あんなこと、9番が8番押さないってローだったら。頭おかしいっていうね。人に対してその発言。だから1番さん、47の線があんの。俺別に3番、話聞かねえ奴らが多すぎんもんな。43も47もあるの、4番の話からそこなんだよ。あ、1番うちの隠し色作った方がいいっていう。芯取れたら別に1占いでいいんだよ。のプレイヤーは発言し7とか3ってリスキーなんだ、そこが。黒が出ればいいんだけど、白が出た場合にリスキーなんだよ。考えるかっていうのを言うんだよ。2の偽を決め切ってくださいね。まず、8の偽を知っています。その状態で、7が4にヘイトを向けてんのがあんまりラスルに見えないんですよね。だって占われちゃうでしょ。だから3占いにしてます。その状態で2番さんって今日7詰められないんですか?なんで占ってないでしょう。1の白を主張してるんでしょう。7詰めて3占い。そこの色によって9に届くんですよ。わかります?村の人わかります?9番が狼かどうか自分知らないよ。このムーブをしていて。一番様怒ってるけど、そういう目線になるよね。7を詰めることによって、9に届くんだよ。4番は1占いで9に届く。3の白を知っている。だから7詰めができる。なぜか、8の偽を知ってるからだよ。4は知っているし、
2の真を使用するなら8の偽を知ってるんでしょう。じゃあ7つ目。そして3占いで9に届かすことできるよね。それが言えてない2が偽。生存意欲から狼。予想通り5に黒塗りしている8が狂人ね。まあ、今日7を釣るっていう進行は村目線難しいと思うかもしんないけど、この発想が出てきた4の進行、一理あるなと思ったら、その表は2に入れてください。2番釣ります。5番のプレイヤーは発言してください。まあ3番さんに言うんですけど、6番さんなんで守らなかったのって、それ結果論であって、私も考えたんですよ、6か9どっち守ろうか。でもあの段階で9が噛まれてしまった場合、私乗っ取りってなってしまって釣るじゃないですか。裏2人ともいなくなるんですよ。多分6がじゃあ噛まれず9が噛まれて私が奇襲をしたらなんで出なかったんだって言うんじゃないですか。結果論になると思いますよ、3番さんが言うのって。結局私8で落ちてると思うんですよね。だから7か3でもいいかなと思いますけど、2、4星座がちょっと正直分からずに4が3白出してるんで、正直私は3番さんからでもいいかなと思います。3番。1番さんの言い本で。3番から行こう、3番。7は自分と同じ。全員3番行こう。ただ釣られたらもうやばいけど、もういいよ、3から行こう。2周目の発言、7占うって言ったんですけどね。7、8かなって思うんですけど。3番さん、4番さん行ってるし、そんな4番さん新名ないですか ?7 番?4星座分からないと思いますけどね。7でいいよ。9はもう村置きできると思いますよ、皆さん。9の黒目あげられる。だから3か7しかねえよ。7でいいよ。どっち ?7 行ってもいいと思いますけど。あ、じゃあ行くよ。5番が責任取れよ。5番が責任取れよ、7だったら。投票を始めてください。5番が責任取れよ。5番が責任取れよ。俺の相方いなくなるからね。2級 ?21?戦ってもらうよ。7番消して、その勝負するなら俺もやるよ。27がないよ。でどうすんの。4番のプレイヤーが選ばれました。俺7言ってるぞ、おい。7言ってるぞ俺。本当にもう本気で俺7言ってんだけど、相方いねえだろよ。まずよ、3占いね。発言してください。はい、5番さん、その票を僕にくださいって言ってるんだよ。7を詰める進行って難しいでしょ。これで719、ここの色が分かんなくなりましたよ。9番さんを白置きするのはちょっと安直。少なくとも警戒をしていない2番の偽が分かるでしょ。って考えると2が狼の場合、この時は9が村ね。だから17の精査に入ってください。っていうのも、結局僕が1個占えないと意味ないんだよね。昨日の7詰めの進行が取れない時点で2が偽ね。5番に合わせて7投票したところで、2がロー、自分は7ローだと思って。夜が来ました。目を閉じてください。占い師は目を開けてください。占い師は見る相手を選んでください。うん、番しろ番しろ、7ろ7ずり47。7番が変だね、やっぱりおかしい。ていうか7か9でロラで終わり。47、ライン切り。俺なら、
朝が来ました。昨夜死んだのは5番。7番のプレイヤーは発言してください。三四郎か。じゃあ2目線は9ってことね。まあ5番さんって8番さんが7占う実だけどみたいな、縄が届かないから7占いみたいに言ってたけどね。なんか発言聞かない、聞いてないのになんか7投票みたいな安直の投票をやめてほしいなって思ってます。で、4番さん視点で2ローで8番強人の視点で置いてるのに、7番がラストウルフの行動には見えないで3番を投票した時って、4番目線で9番に視点を向かないとおかしいんですよね、私目線。だって、4番さんが、7番さんがラストウルフの行動に見えないって判断した時の3占いだったら、9人を少しでも視点を向けるべきだと思うんですよね、9番って。だけど、4番って、9に一切触れない視点がおかしい。でもまあ、でも2級は見えない。私は。2級は見えない。でも4時点でそれを言わなきゃいけないかなって私は思ってる。だけどなんか7番いけますよねみたいに言ってる視点が4の中で、まあ2に行ってるけど、なんか2番さん7いけますよねみたいなのが、真に見えなかった私は。で、2番さん、強靭なのかな。ちょっと待って考えます。今日は2番さんに行くけど、私は1番さんはあんまり黒に見えてないし、8-2 が人外だった時の1番の行動には見えないのかなって思って。9番のプレイヤーは発言してください。難しいね。難しいけど、まあでも4番さんが7つ見たら9の黒に届くって言うけど、結局霊能が噛まれちゃってるから、なんだ4番さん目線で精査分かんなくないか。8級なのかとか2級なのかとか7八なのか、まあ7つって終わんなかった場合か。だから8級なのか2級なのか、あとは何がある、27か、27があるけど、だから結局分かんないから、7番つってまあ終わんなかった場合の話、27なのかとかっていう精査もあるから、霊能死んじゃってるからさ、だから、わかんないんだよね。結局、だから変なこと言ってるなと思って。2番ね。ギャンブルするじゃん。ギャンブルしようか。8番初日にせと思って釣ってるしな。4番にせと思って釣ってるから。7行こう。7釣り。で、2番さんさ、7級ランでいいよ。まあ、2番3目線、俺の黒もあるでしょ、まだ。いや、まあ、やってると思うけど、7番しか追ってないから大丈夫。8級でもないでしょ、初日のタッチでさ、8級にも見えないし、4級にも見えないと思うけどさ、一応言うと、7級のランでいいよ、2番3進って思ってあげるからさ、7に行ってほしいんだけどさ、って感じですね。まあ、僕の初週の勘を信じて、7番が黒っていうね、まあ、あるとしたら7しかなって思ってるけど、7黒だったら、はい、なんで、ここは7に行きます。1番のプレイヤーは発言してください。7級のランに住んでいったら9にしか行かんぞ、はっきり言うで。どの立場で喋ってんの、賭けしましょうっつってけど、君がやるべきことってさ、自分の白正面じゃないですか。疑われてる位置やのに、まず変なムーブしてんのにさ。どういう目線でさ、なんか賭けしましょうっつってんの。説明せよ。自分がこういう白要素、こういう考えがあったんですよって言い訳せや。そんなもんでいいねん。3番に関してさ、なんかムカつくわみたいな話しとるけど、俺チャンスあげてんねんか。答えてやって言ったやん。俺が初週で占い師じゃないことを透かしたことに対しての村目線から見たデメリット、マイナス要素、答えろや。できんねん、ほんま。だから言うとんねん。ありえへん、ほんま。
3番と9番がありなすぎる、本当に。どっちかが村って、どっちか以上か、どっちか以上が村っていうことが信じられ、ほんまに。2番のプレイヤーは発言してください。3番熱くなるな。今日7番で釣って終わりましょう。47ロウロウ。7番は4番の芯を切っていて、え ?8 番も芯がないって言って、え今日2番釣りましょう。ありえないんですよ。絶対に、あなた視点9釣りになるんですよ。4球、4球ロロでも追いながら。はい。2番釣りといった時点であなたの芯ないんですよ。47のライン切り茶番劇。3番落ち着け、1番がいるから負けるぞ。7番がおかしい。7番の芯はどこにある ?1 番を白置きしたら3番か9番になって。じゃあ3ローだったらさ、8芯じゃねえかよ。うん。2番、4番の強ローセサしたら、え、9番がローだったらさ、どこが芯なの47ローロ。4番は7番に投票できなかった。櫛だけで。はい。俺が真だから真実の色しか出せないから。1番もカリカリするな。7番がもう人外発言をしている。47ローロ、8番巨人。7番捨てください。3番のプレイヤーは発言してください。OK!7 行こうってならないよ。9釣り。9釣りね。9釣り。うん、2番3目線って、ね。なんで、2番って9、白打ってないよね。うん、ああ、じゃあ9でいいよ。で、9でいいよ。5番。お前、6。守れよ、5。6をしっかりと。9釣りでいいよ。何やってんだよ。じゃあ9釣り行こうよ。もう、すでに怒ってた。何やってくれてんの、うん、?1 は絶対無駄。じゃあ分かったよ、9釣りしよう。7は行かない。絶対行きません。うん、2が7行くことない。はい、ごめんね。じゃあ2番さんは、じゃあ7黒。4、7。ならない。ならない。ないですね。はい、9釣り。9釣りでいいよ、だったら。おかしすぎるから。まあ、わかるでしょ。もう7と1わかるでしょ。9釣りで、はい、勝ちます。はい。すまね、すむら。村だよ。投票を始めてください。4か7しかないから、別に。不測の事態に備えて、1番を白置きし、3、7の精査をしてもらう作戦取っただけだから、安定策取っただけだから、4番の発言からは3、7のダイレクトに。ただ、どこかし、この3白の時にめんどくせえんだよ。7番の黒言わせんのがめんどくさかったりするから、7番白もめんどくせえんだよ。2番のプレイヤーは発言してください。47ロウロウだよ。もう4番3か7でどっちかにライン切ってたんだよ。7番視点の芯がいないんだよ。発言聞いた？どこをロウと思ってんですか？2番9番でこんなことするんですか？4番7番行くと見せかけて行ってないんだよ。だから俺7番に投票してんだよ、しっかり。47ロウロウ。7番は俺の信号を追ってるって占われたくなかったんだよ、この人は。4番の色が分かってて、8番も巨人だから、もうザ・巨人だから。だから占い会議するために俺にすり寄ってたのに、ここの3日目に本性出たんだよ。2番が死んだら9しかないだろ、あなたして。なんで投票が3番にした、乗っからないで9番いけないんだよ。あなたして9いけるだろ。2番を死んで追ってる人は突然なぜ3日目に表現するんだよ。おかしいだろ。3番だったら分かるんだよ。あなたはおかしいだろ、絶対に発言が。7番のプレイヤーは発言してください。いや、だって2番4番とか あると思うから。だって4番さんって2番さん視点で、私は2番さんと視点は近いかなって思ったんですよね。2番さんが3占いしますっていう段階の時には。だけど2番さんって、私に行けるあれはないと思うんですよね。3番さん占ってない段階で。だからそこが黒い。だからそこで今は4強人の2級人狼の8番さん、神と、8番さん神、2番さん4番さんの人狼があると思ったから。だから3番さんが、3番さんはあそこで、
黒だったらやらないと思うんですよ。黒だったらやらないと思うけど、三強陣だってやると思ったから、2番さんで終わる可能性だってあるんだから、絶対に今日は2番に行く。投票を始めてください。7番のプレイヤーが選ばれました。お、強かった村。ゲーム終了、村人の勝ちです。78